はい、こんにちは、レトスノームです。今回なんですけども、独学で宅建に合格するための勉強法について解説させていただきます。結論を先にお伝えします。結論っていうのは、過去問の論旨を頭に定着させていけば、独学でも宅建に合格することは十分可能だということなんです。そのための、じゃあ具体的な勉強法って何なのかっていうのをお伝えいたします。具体的とは言うものの、基本的な考え方を今回お伝えしようと思います。他の動画でいろんな具体的なところをお伝えしているんですけれども、結局のところ言うと、具体的なところが頭に入って、まあ、それをやったとしても、本質的なところが分かっていないと、その具体的なことをやっても、思ったような結果が得られないってことになるんですね。つまり、小手先のテクニックだけ覚えたとしても、本質を理解していなかったら、結果が得られない、あまり効果がない、ということになるので、今回はその本質的な部分、こちらをお伝えしようと思っております。じゃあ、どうやって合格まで持っていけばいいのか、全体像としては、計画、勉強、確認、この3つをやっていく、繰り返していく、いわゆるこれ PDS サイクルと呼ばれるものなんですね。まあ一般的に PDCA サイクルっていうね、ことも言われるんですけれども、私はこっちのね、PDS サイクルの方が、まあ理解しやすかったので、私はこっちを使っています。PDCA の P は計画ですね、プラン。で、勉強は Do、実行するってことですね。計画に従って実行する。で、確認っていうのは C ですね。SEE、C、確認をする。これを繰り返していくことによって実力を上げていく。これが独学で合格するための勉強法になります。で、これ知ってるよっていう方、意外と多いと思うんですね。でも、実際使えていない方が多いし、また、やろうと思ってやってるつもりになってるけども、実際できていない。うまく、この PDS サイクル、PDCA サイクルを使いこなせていないという方が多いんですね。で、その、使いこなせていない原因となっているものを今回お伝えします。大きく分けて2つあるんですね。2つあります。まず勉強部分からいきます。何がうまくできていないのかというと、何でインプットするのか、何でアウトプットするのか、これが間違ってしまうと、すごく非効率な勉強になります。もちろん、2年とかかけて宅建に合格するんだという目標なのであれば、今からお伝えをする方法でもいいんですけども、おそらく宅建であればですね、1年とか1年以内で合格することを目指す方がやっぱ多いんですよね。で、十分1年以内で合格すること可能なんです。弊社の、お客さんでもたった3ヶ月で全く知識ゼロから一発合格していただいている方もいるぐらいなので、全然1年以内で合格するってことは難しくはないんですね。でも多くの方が1年以内で合格することができていないんですよね。これは統計からもわかります。実際、宅建の合格率っていうのはだいたい 15% 前後です。そうすると100人受けて15人が合格する方ですよね。で、この15人の勉強期間、1年以内ですよ。全員が1年以内ですよってことは、まあないんですよね。もちろん1年以内の方もいるし、2年勉強した方もいる、3回目の方もいる。つまり1年以内に合格している人は、この15人の中の一部なんですよね。そうするともっと少なくなってくるんですよ。ってことは、多くの方が1年以内で合格できていないということですよ。で、その一つの原因となっているのが、こちらにも書いてるんですけども、インプットでテキストを使って、で、アウトプットで過去問を使うというやり方をしている方が多いからなんですね。もちろん、このやり方をやっていて、合格できないのかといったら合格はできます。ただ、時間がかかるって話なんですよ。まあ、非効率って言い換えるとわかりやすいですね。で、なぜかというと、テキストを読んで分かったつもりになって過去問を解いてみると、まあ、おおよそ解けないんですね。これはなぜかというと、そもそもテキストを勉強するときに、どんな問題が出題されるのか、どのような出題のされ方をするのかっていうのを分かった上でテキストを読んでいる人っていうのは少ないからなんですね。つまり、まあ、問題を相手と考えましょう。敵だと考えましょう。そしたら、敵の攻撃の仕方っていうのを分かっていて、こういう攻撃をしてくるのか、じゃあどんな対策をしたら守れるんだろうか、また、この敵を倒すことができるんだろうかって考えてテキストとかを読めば、そこに焦点を当てながら勉強できるんですよ。
一方で、この敵がわからない、つまり問題がわからない状態でテキストを読んだとしても、敵がわからずにテキストを読んでいるわけだから、何を頭に入れたらいいかがわからないわけなんですよね。だからテキストを読んだ後に問題を解いても意外と解けない場合が多いんですよ。まあ、実際私も経験してます。宅建初めて勉強した時はテキストから読んで、で、過去問解こうと思ったんですね。まあ、問題集の問題ですよ。解こうと思ったんですけども、全く解けないんですよ。なんか書いてあったなっていうのはあるんですけども、まあ、全然解けなかった。まあ、そもそも問題文の言ってる意味がわからないって話なんですけども、だからすごく非効率なんですよ。だから私が行っている講座では、過去問を使いながらインプットをするっていうやり方をするんですね。過去問をもういきなり使っちゃうんです。で、この過去問っていうのは別に問題を解くためにこれ過去問使うわけじゃないんですよ。今言ったように敵を知るために過去問を使うんですね。もっと言うと、問題文の読み方とかを理解をする。また問題文になれる。まあそういった目的があるんですね。また問題文って具体例になっている場合が非常に多いんです。そうすると、あ、この具体例でこういった解説になるのか、つまりこの具体例だったらこういったルールが使われるのかっていうふうにセットで頭に入れていくことが可能なんですね。だから解説がしっかりしている過去問集を使っていけば、十分この過去問っていうものがテキストぐらいの内容になってくるんですよ。なので弊社の講座では過去問を使いながらやっていってます。で、過去問を使いながらインプットしていきますよね。問題の状況、こんな状況だったら、こんなルール使われるのかっていうことで、インプットしていって、で、アウトプットで、まあ、同じ過去問使ってもいいですし、また別の問題集とかで問題を解いていくといった形でもいいです。このように、インプットもアウトプットも過去問を使っていくっていうのが一つのポイントになってくるんですね。もちろん、インプットの時、テキストを使います。使うんですけども、メインはあくまでも過去問なんですね。で、過去問でわからないところを辞書的に使っていくのがテキストっていったイメージです。もちろん、全く初めて勉強するんだといった方だったら、全然わかんないと思うんですね。だから、初めにテキストをさらっと読むのはいいんですけども、もう細かいところまで読むっていうのは必要ないです。どんなことを勉強するんだろうぐらいなイメージですね。例えば、権利関係から勉強すると、一番最初は心理留保か虚偽表示とか、その辺から出てくるんですけども、じゃあ心理留保って何なんだろう？これが分かれば、もう十分なんですよ。心理留保っていうのは冗談で、これ売りますよとか、冗談で、じゃあそれ買いますよっていったイメージですね。冗談で意思表示をすること、冗談で契約をすることっていったイメージですかね。それぐらいもう分かれば、もうテキストの役割は果たしてます。あとは過去問を使いながら、じゃあ心理留保の問題で、あ、こういった場合はこういうルールを使って、あ、こういった場合はこういったルール使うんかというふうに頭に入れていけばもう OK なんですね。その方が効率的です。つまり効率的に独学で合格するためには、まずは敵を知る、問題を知ることが重要なんだ。そのために過去問を使いながらインプットしていった方が効率的なんだということを今回お伝えしました。で、二つ目です。二つ目はこの計画についての話なんです。計画。多くの方が計画ってあまり立てないんですよ。勉強について言うと。で、計画を立てないとどうなるかっていうと、試験3ヶ月ぐらい前になると、あ、もう間に合わないってなっちゃうんですよ。で、諦めちゃう。もうこういった方非常に多いです。まあ、半年ぐらい前になって焦り出すと。で、もう3ヶ月ぐらい前になってもう諦めるみたいな。そんな方意外と多いんですね。で、これっていうのは計画を立てていないからなんです。だから、考え方としてすごく重要なことは、逆算をして考えるということなんですよ。これ日頃から絶対行っていると思うんですね。この逆算の考えって。行っているはずなんです。例えば、あなたが東京に住んでいました。そして明日、大阪で友達と待ち合わせをしています。待ち合わせの時間はお昼の12時です。こういった場合、おおよそ前日に12時に大阪に着くために、じゃあ自分は何時に起きなきゃいけないんだろう。何時の電車に乗らなきゃいけないんだろう、何時に家出なきゃいけないんだろうって、おそらく考えてるはずなんですよね。予定っていうんですかね、計画立てているはずなんですよ。つまり、これ、12時に大阪に着かなければいけないということは、まあ大体東京から大阪新幹線で2時間半ぐらいですかね。私ちょっとあまり行かないでわからないんですけど、大体2時間半ぐらいかなと思うんです。そうすると、まあ3時間前の9時ぐらいの電車に乗れば、まあ、30分前ぐらいに着けるから大丈夫だろうって計算するんですよね。そうすると、じゃあ東京駅から家まで、
まあ、電車乗り継いだりしてね、まあ、東京駅が家っていう人はいないと思うので、まあ、東京駅までの、道のりを考えたら、まあ、家、8時ぐらい、1時間前ぐらいに出発をしたらいいだろうと。そしたら8時に出発したらいいわけですよね。で、じゃあ8時に出発するためには何時に起きなきゃいけないんだろう。まあね、用意とかしなきゃいけない、シャワー浴びなきゃいけないってなってくると、まあ1時間前ぐらいでいいか。そしたら7時に起きればいいな。じゃあ目覚ましは7時にかけておこう。みたいな感じでこれ逆算して考えてますよね。これを宅建の勉強にも使ってほしいんですよ。これはいつから勉強する場合でも同じです。12月から勉強する場合でも一緒だし、4月から勉強する場合も一緒、5月から6月から勉強する場合も一緒です。もちろん早くから勉強していれば、1日の勉強量は少なくて済みます。逆に、もう6月とかになってくると、1日の勉強量は多くなってきます。でも計画を立てれば、あ、これぐらいやったらいいのかってわかるわけなので、比較的頑張れるんですよね。計画がないと頑張れないんですよ。1日どれだけやったらいいのかっていう目標がないと頑張れないんですね。だからちゃんと目標は1日の目標。今日何すべきなのかっていうのを分かるようにする。つまりちゃんと計画を立てておくっていうことが重要になってきます。実際弊社の受講師さんでも計画があるから勉強できるって方非常に多いんですよ。自分自身で勉強続けていた時っていうのは計画を立てないんですよね。やっぱなあなあになっちゃう。もう曖昧になっちゃって、まあいっかまあいっかって先延ばしになっちゃう。で、結果的に計画を立てずに、まあやろうと思った時はちょこちょこやるけれども、もうやらない日のが多くなっちゃったりするわけです。で、結果的に間に合わない。そういった方が多いんですね。まあそういった方が受講師さん多いので、まあ弊社の、個別指導とかに受講していただけるんですね。で、そして、弊社の個別指導だと、まあ私が計画を立てるんです。お客様ごとに、毎日毎日何をすべきなのかっていうのを計画を立ててお送りするんですよ。で、そうするとできる方って意外と多いんですよね。まあもちろん遅れたりしたら修正かけなきゃいけないので、その時は言っていただいて修正をかけたりします。それでも、全く計画を立てていないのと比べたら全然進み具合はいいんですよ。だから合格していただけるんですね。だから独学であっても同じなんです。ちゃんと逆算をして計画を立てるってことができれば、すごく合格に近づけるので、ぜひですね、逆算をして計画を立てていっていただければと思います。まあ、今回はすごく抽象的な話になってしまったんですけども、今言ったような本質的な考え方がちゃんと頭に入っていないと、小手先のことをお伝えしたとしても、それうまく使えない。また使っていたとしても、思ったような結果が出ない。つまり合格っていうね、一番欲しい結果が得られないってことになりますので、ぜひ今回の動画で本質的な部分、独学で合格するための本質的な部分、考え方っていうものを頭に入れていただければと思います。そして弊社レトスは個別指導を行っております。まあ、個別指導では今言ったような内容っていうものを実際あなたに行っていただけるように講座の中にこれを取り入れて勉強を進めていっております。また今回細かくはお伝えしていなかったんですけども、この勉強の仕方、具体的にじゃあどうやって勉強していくのか、こういったところもですね、個別指導でお伝えしておりますので、もし次の試験であなた合格したいというのであれば一緒に勉強できたら嬉しいです。個別指導についてはこの動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひご確認ください。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。